おはようございます。ジンレッド申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。はい、この喋る話題ってさ、今ね、いつもアドリブで考えてるんですよ。実は思いますって言った時に考えるんですよ。今日の話題ですね、年末の大掃除が進んでないって話題にしましょうか。はい、年末の大掃除がね、やっぱ僕仕事の関係上年末もどん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 行くんで、掃除しようって思う日はないんですよ。休みの日なのに、休みの日はやっぱ実況とか撮りたいよねってなって。というわけで今回はですね、まあメタルキングの剣、メタルキングって、そして鎧がメタルのキングの鎧、メタル三部具で参ります。職業は戦士でございます。はい、音モンスターハグレメタルとメタルキングこれはもうさ、もう死ぬほど見たことあるでしょ。いや、もうこのね、はぐれメタキン主人公っていうね、この圧倒的原点して頂点のパーティーね、これね。うん、もうみんな見たことあるでしょこれ。だってこの僕が見たことあるぐらいだからねこの僕がめちゃくちゃ見たことあるレベルだから、絶対見たことあるでしょみんな大会でもこれ見たことあると思うよ、一定数ね。やば、ちょっと待ってくれよ、言ってよ。あー、まあ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 ね、まあね、めっつまさん言った、やめてくんない。あーあー、メタパニの方撃ってくる。メタパニはやばい。ああ大丈夫、よかった、危ね。メタル系、メタル系ってこのゲームに関しては補助呪文が効いちゃうんですよ。 OK、 そう、補助呪文が効いちゃうからメタパニはやばいね。攻撃呪文は全て無効です、メタル系の特徴とね、して。お、はいはい、来ましたよ、これ、ほら、来ましたよ、俺来ましたよ、バキバキ、こいつバカですよ、こいつバカですよ。メタル系に呪文はやっぱ効かないからね。ただ、大きく違うのは、原作と違って、飛び上がる！原作と違うのは、メタル系には、ブレスが効くんですよ、このゲーム。このゲームは、要するに、凍える吹雪とか激しい炎、そのあたりのブレスをかなりのダメージ食らっちゃうっていう欠点があって、そう、ブレスに対してはね、原作と違ってめちゃくちゃ食らうからね。何よりね、これ言っていいかな、炎ブレス、火のブレスが弱点です。アナウンスはないけど、炎のブレスを食らうと小弱点っていうかな、まあかなり通りがいい、激しい炎とか食らうとやばいね。だから、なるほどね、キラピアスしてくるメッツマさん、またお前主人公がよ、好きなのかよ。まあまあまあ、これキラピアスしてんな、地味にキラピアス行動してんじゃんちなみにやっぱりこのチームの特徴上ですね、主人公に攻撃はもうアホほどいきます。はい、メタル系2体が硬いんで、まあ当然のように主人公に行くんですよ。まあ良くも悪くもって感じじゃないですか。さあ、メタストライク第3の技、はい、おお回心率めっちゃ高いからね、ちなみにこれ。さあ、メタルボーム、さあ、メタルが集まって爆弾になる、出風ドン、結構効くんだよな、これな。威力高いんだろうな。これが本当のホントレインってか、おい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 。やだな、ホントレインでメタルキング転ぶんじゃねえの、こういうのってさ。大丈夫だった。メタバニやだな。メタバニもやだね。これはキラピアスかい、キラピアスだよね。そうだな、キラピアスするよね。あー、やっぱりそうなる。一番混乱してほしくない、主人公は混乱するか。つばぜりは行きますかね、まあ行くしかないでしょ。じゃあ、久しぶりに赤やるか。おい。動画で赤やるの久しぶりだな。いや、そうでもないか。前回ライアンやったよな。6。もう。ほっしゃー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 、勝ちですね。もうあそこまで行けば絶対勝ちだから。お前やってる、あいつやってんな、ちょっと待って、あいつやってんな、ちょっと待って、あいつやってるぞ、嘘だろ、あいつやってるぞ、ありえないんだけど、ちょっと待って、ありえないんだけどありえないんだけど、ねえ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 、ありえない、ありえない、そんなのあっていいはずがないじゃん、そんなわけないじゃん、そんなあっていいはずないじゃん、ねえ、俺めっちゃごめん、あんなあっていいはずないじゃん、そんなのあっていいはずないじゃん。はぁ、もうびっくりですわ。
じゃあやるか。いけるだろ。まだまだ戦況が読めません。いくぞ。合体モンスター召喚。合体モンスター、いでよメタルスライム。いくぜ、プラチナキングで。キングブラスター。いや、さすがにいけるだろ。最後は綺麗にね、もう800ぐらい出たのね、あれ。やっぱ、そうそう。こういう SP カードで倒せない圏内だけど、合体モンスター召喚で倒せる圏内っていう微妙な圏内の時に使える。よかったよかった。あれ、つばせるおかしいな。さてさて。こうなるときついです。相手がこういうタイプって実はめちゃくちゃきついんですよ。はい、何がきついかっていうのは、見りゃわかるか。こういう場合きついっていうね。あれおかしいな。もう一つ先で消化するんだよ、この場合は。まあ、メタル系って早いから、終盤の競りは有利なんだけどな。さあ、会心出していこうぜ。メタスライクな。いくぜ。せーの、はい、ドン。やれなるほどね。回復。まあ、物理攻撃は大丈夫だ。普通の物理攻撃はまあ問題ないでしょう。基本的には問題ない。なるほどね。弱。弱いね。さあ、ヒットアンダーウェイでね。攻撃した後逃げやすい。勇気がたまんねえな、これ。勇気たまんねえけど、こっちの方がいいからな、絶対。回心率2体とも高いんでね、回心を出してほしいとこではありますが、はい。こいつバカですよ。こいつバカですよ。こいつバカです。なんでけなしてくの？なんで対戦相手をけなすの？よくないですからね。対戦相手をけなすのよくないですからね。やめましょうね。暗黒ゾーンか。それだよ、問題はな。主人公だろ？行って。あ、でも、よかったよかった。このメタルキングの色を着たことによって、属性耐性が低下してるんですよ。だから暗黒ゾーンみたいに、暗黒属性が入ってる技でも痛いっていうね。そう、属性耐性が悪いから、だから、この3体って、この、そういうことか。さっきは不覚を取ったが、そうはいかん。あー、黄色じゃん。絶対勝てる。黄色は絶対いける。行くぜ。さっきは不覚を取ったが、そうはいかん。行くぞ、ブーヤン。はい、勝ち。はい、勝ち。なるほどね。基本的にこのね、3体の場合、激しい炎を食らうと、本当に、ひどいダメージ食らうわ。まあ、後々に見せよっかな。それは、じゃあ。言うより見た方が早いよねって話ですからね。はい。メタストライク。行くぜ。メタストライクだ。飛び上がって、ドン。まあ。これ勇気貯めてこ。勇気貯めていきたいね。メタル系なんで基本的には多分打たれ強い方ではあるから、多分大丈夫でしょう。上88。そうだよな。打撃に強くても暗黒属性ダメージ食らってるの。こいつバカですよ。こいつはバカですよ。ヒャダルコ打ってますよ。こいつはバカですよ。ヒャダルコ打ってますもん。メタル系が見えてんのにヒャダルコを打つバカ。メタルキングの剣ってそこそこ強いんだよな。でもダウンウォールもあるしね。俺高速蹴りばっかりやってるけど。さあ、ヒットアンダーメインを打っていく。オッケー。大丈夫、大丈夫、大丈夫。もうつばぜり勝ったから勇気負けはしないからね。こっちが逃げ切っちゃえばいいんだよ。奇跡の元気。これ多分主人公に行くぞ。ね。基本的にね、メタルで固めても主人公に行っちゃうからね。性質上。まあ、このゲームの性質上って言いますか？判断力って言いますかね。はい。メタストライク、行くぜー。なー、出た。出たね、会心な。これ、勇気逃げでもできるね。勇気逃げになってもいいし、プラチナキング召喚も圏内入ってんじゃね。どうだろう。でも、ナイトリッチ、ナイトリッチは邪魔だな。はい、高速入れ、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ファイ、オン、フン。これ、プラチナキング圏内入ってっか。プラチナ圏外入ってるよね。プラチナで行くわ。多分これプラチナ圏内入ってる。なんだプラチナ圏内入ってるって。何、新しい流行語大賞か。ほい。何、待って待って待って、ちょっと何使うんだっけ。ちょっと待って、やばい。それ待って、ちょっと待って。あー、負けるか。合体モンスター召喚だ。
いけっかな、メタルサム合体。さすがにいけるべ。いや、プラチナキング頼むぜ、お前。プラチナキング、キングブラスター。避けろ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 、もうあ、こいつバカですよ、こいつバカですよ、こいつはバカですよ、ヤダルコ撃ってますよ、こいつはバカですよ、ヤダルコ撃ってます。このチームって戦士がレベル99になって初めてなんか HP もそこそこあるっていうチームなんですよ。つまりこれね、大会でよくあったんですけど、低レベルの戦士がですね、この構成をしてしまうとですね、HP が恐ろしいことなんですよ。これ大会で見たよ、なんかさ、低レベルの選手がメタルキングを始めたら HP が低すぎる。そう、成立しないんだよな。というわけでね、まあもはやもうデッキレースなんじゃないかと思うんですけど、まあどういう欠点があるのかちゃんと見せておこうかなと。 HP の差がすごいんだけど。まあ欠点の方ね、紹介していくコーナーですよ。例によって、例のごとくね。はい。というわけでね、これで選択していきましょう。何がね、このメタル系問題かっていうね、ちゃんとね、今のスキャバトと違ってメタル系にね、明確な弱点はちゃんと存在するっていうのはね、このゲームの面白いところですね。はい、ゴッテスみたいに全部1じゃないんですよ。ゴッテスみたいに全部1じゃないんですよね、このゲームはね。さあ、メタルボムを撃っていく。なるほどね。さあ、コドラが脳天直撃、コッコッと。さあ、行きます、コドラ、せーの、はい、ゴー。なるほどね。主人公に行く関係上、通行の行けがガードしやすい性質ある。さあ、来たぞ。さっき話した、この激しい炎が効くんだよ。ほら、うわちょっと待って、ブレス通りすぎ。さあ、かまいたち、これ属性攻撃、風の。そうだよな。メタルキングの付けることによって属性耐性が低下するんですよね。だからかまいたちで3でも400とかいうわけのわからないダメージが出ちゃうんですよ。もう瀕死ですよ、というか敵が瀕死になっちゃってます、すでに。もう戦況を読めてきました、正直。私の戦況を読めてきました、はい。私戦況を読めてきましたね。てか激しいほうの属性攻撃が弱すぎる。まあね、正直このゲーム打撃が多いから一見有利に見えるんだけど、忘れた頃にやってくるからね、属性攻撃って。さあ、まだこっから返せるか、なんか返せなさそうな気がします。さあ、逃げ出しました、はぐれたら逃げ出したけども、これはトッキーすでに遅い、サイクロン。うわ、136食らってる、メタルキングの呪いだもんな。さあ、高速切り。なんかこの辺りで会心でも出さんとあかんくなっちゃったやん。うん、出ない、頑張れメタルキング。スキャバトみたいに全部のダメージが1だったらよかったのにね。なるほどね、ここで返す、返せない、さよなら、きたー、すごいな、きたですよね。激しいもの強すぎんか。はい、というわけで今回はね、限定にして頂点みたいなメタルパーティーを紹介しました。でもね、例えば魔王とかの攻略の時は、攻撃呪文を多く使う魔王だったら優に戦えるんじゃないかなと思うんですけどね。はい、魔王攻略には悪くないんじゃないですか？まあ。ただ対人でこれはよく見たけどね、あんまり勝ってるとこ見たことないわ。はい、というわけで今回これぐらいで終わりたいと思います。お疲れ様でした。